竹内優子は日本の女優、ナレーター。埼玉県浦和市出身。最終所属はスターダストプロモーション。死去時の夫は俳優の中林大輝。前夫は中村志堂。生前、公表されることはほとんどなかったが、中学2年の時に母を亡くす。大倉賞の CM でデビュー。1996年、道元孝一主演のテレビドラマ、新。 木曜の階段サイボーグでの快活なヒロイン役女子高生としての全話出演で女優デビューした。その後は数々のドラマや映画などに出演。1999年に放送された NHK 連続テレビ小説アスカ2001年に放送されたテレビドラマ白い影ではそれぞれヒロイン役を務め広く知られるようになった。その翌年に放送された テレビドラマ、ランチの女王では、フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマに初主演した。トレンディドラマの時代が終わると、女優不遇の時代が続く中、数少ない実力派として目されるようになった。2003年に公開された、映画、光線が、襟に出演した頃には、泣きたい夜には、竹内優子というキャッチフレーズ入りポスターが、東宝によって作成された。2005年6月、 映画、今、愛に行きますで共演した、中村獅童と結婚。妊娠していることも公表し、同年11月に第一子となる男児を出産。2007年に公開された、主演映画、サイドカーに、犬での演技は高く評価され、キネマ旬報ベスト10主演女優賞、日本映画批評家大賞主演女優賞など、多くの賞を受賞した。2008年2月に中村取り婚。 真剣は竹内に委ねられた。同年、月九ドラマ、バラのない花屋にヒロイン役で出演し、3年ぶりにドラマ復帰した。翌2009年には、アメリカ ABC 制作のテレビドラマ、フラッシュフォワードに出演した。2010年、スペシャルドラマ、ストロベリーナイトで主演を務め、初の刑事役に挑戦した。2014年、三谷幸喜作、演出の舞台。 君とならで主演を務め、舞台に初挑戦。2015年、主演作品、残影から住んではいけない部屋が、第28回、東京国際映画祭コンペティション部門に出品される。2018年、Hulu と、HBO アジアの初の国際共同制作ドラマ、ミス・シャーロック、ミス・シャーロックで、女性版、シャーロック・ホームズを演じ、Hulu にて配信され、HBO でも、 世界19カ国で放送された。2019年2月27日、所属事務所の後輩の中林大輝と再婚、連名で報告した。2019年8月28日、第二子を妊娠していることが分かった。翌年1月末に男児を出産。2020年9月27日2時頃、自宅でぐったりしているところを夫により発見され、搬送先で死亡が確認された。 40歳没。現場の状況から自殺と見られるが、遺書は見つかっていない。報道では、発見時は首を吊った状態であり、場所は寝室であったと報じられた。生前は2016年に発生した熊本地震の被災地への支援を4年間続けていた。竹内は埼玉出身だが、2003年に出演した、高専帰りのロケ地が麻だった縁で、毎月支援を続け、 亡くなった月にも寄付金が振り込まれていたという、ありがとうございます。